ドルになる前はこんな気持ちになる日が来るって想像したこともありませんでした。でも今はステージに立ちたい。ファンの皆さんに一番新しい成長した私を見てもらいたいんです。これもプロデューサーさんのおかげです。どうかこれからもよろしくお願いしますね。夜が来るたびに迷い込む夢という名の冒険。このパジャマのおかげで想像も膨らんじゃいます。あのプロデューサーさん、着替えてみたんですけどどうでしょうか。なんだか少しだけ恥ずかしいですけど、これも新しい力に目覚めるための試練ですよね。はい、大丈夫です。寝る前に読む小説もいいんですけど、童話には少し思い出があって、小さい頃母に時々読み聞かせをしてもらっていたんです。よく眠れるようにっていろいろな童話を。でも私、物語の続きが気になってなかなか眠れなかったりして。お話の展開にハラハラして目が冴えちゃったり、怖い魔女が出てきて泣きそうになったりとか。あれ、もしかしたら今とあんまり変わってないかも。はい、そうかもです。あの頃感じていたドキドキは今でもはっきりと思い出せるので、それならきっと今の私があるのは母のおかげですね。まるで受け継がれる物語のような。なるほど。確かにいきなりですけど、私挑戦してみたいです。楽しそうですし。それでは5本、今日のお話はある国の王子様とお姫様の物語です。昔々あるところに。